皆さんこんにちは、スルベです。先ほどちょっと挑んできたんですけれども、ちょっとまあ見事に敗北してしまいましてですね、敗北というよりはこちらが撤退する形になったんです。ちょっと3つ目のステージをもう一度遊んでいきたいと思います。まあ、先ほどはちょっと多色デッキじゃないですけれども、一人その副属性のある子を連れて行ってひどい目にあったもんですからね、ちょっとそのリベンジに、まあ、行っていきたいと思います。まあ、ちょっと動画を撮る間にですね、あの一つ前の動画からちょっと今回の動画の間の話でちょっとそういったことがあったんです。結構ダメージ大きいですね、これ。どうしようかな。まず回復しないとどうにもなりますね。青とかなんとか言います。青デッキオンリーなら、まあ、その点は心配ないですけどね。一応大神官のカード入れてます。この長い毒をどうにかしたいというのがあったのです。アルランドカバンクルさんの代表として、今度はつながります。5連射1回倒します。次が厄介なのがこれですね。うざまくいはとりあえず駆除しております。このさくらさんは、まあ、攻撃倍率 4.2 倍あるカードですからね、なんとか持ってるカードの中では今一番倍率の働く子なので、まあ、どうにか起用して攻略のまあ糸口をちょっと見つけていきたいなというのはあります。強くあります。まず大神官のカードなんだか毒が長いんですね。そういえば2倍になったんですかね。18まだ結構ある。いい感じですね。ね、まあ、属性を揃えればだいぶ条件の方も、まあ、良くなってくるというのは分かります。あと青が消えれば、消えなかった。消えてほしかった。ここそれなら紫に消える。よし。もう一回青も消えた。6連鎖。チャンスピアセーフです。よしよし。今使うべきかどうかですね。もうちょっと毒のダメージの大きいのもありますから、それまで取っておくというのも方法ですし、正直どうした方がいいかな。迷うところです。3連射以上。消しようがないパターンです。わからないです。
3でたまるかな。これは攻撃判定ですね。しかしまだこの段階で大進化の子だけなんですよね。スキルが働いてるの。カウンターが厄介ですね。もうカウンターも何ターン ?2 ターンか。まあ何してもこの天使シリーズどうにかしない。あとこのお邪魔ぷよも何度かしたり、まあ一応ハートも消せようと思えば消せますね、その背景は。食らってから使おうと思った。多分その毒の方が強いと思う。なんかそういうのがあった。今度は当たった。回復もいけこれで。よく与えたダメージ。よし、緑も取った。あ、ストロールなんですね。メーターがたまりました。まあ、ここはあえて三連3レザーせずに貯めるという方に回ろうか。回ろうかな。カウンターがあります。他の子のちょっとスキルも上げないといけないということですね。こういう時にそこもやめてください。カウンターあるのに。カウンターがある。あ、カウンターなかった。外れたのかな。よかった。何してんの。で、今今度はストルナウルさんをターンを伸ばしてくれます。あ、ランダムでかな。だから選ぶ、今ターゲットに取ってる子じゃない子かな、みたいな。これで、ちょっと待って、この子はないね。いやー、カウンターとか使われると、まあ、もったいないですもんね。気合い一閃。使ってみよう。回復で、全体かと。天使シリーズはこれでやっつけられればだいぶ違うんですけどね。さあどうでしょう。考えてなかった。これで3レザー。しかもワイルド効果だからダメージが上がる。これ1回にちょっと勝負させたからね。お、やってましたね。しかも毒を直すチャンスでもある。しかもここでカウンター発動したとしてもライフ1なのでカウンターは発動しない。結果的に倒せれば。
降ってくるのでちょっと便利です。倒しました。いやー残念さがまた大変ですよ。毎回なんか言ってるような気がする。なかなかここのステージも奥が深かった。でももう一つあるんですよね。もう一つステージがある。ワイルド効果もあまり私はワイルド効果使ったことなかったんですけれどもね、こんなにチャンスピオと大連鎖絡めるとこんなにダメージが悪いものだと。いやこれはまあこういうステージ遊ばせる分にも十分に有効な攻撃方法だなと改めて思いましたね。さて今回はここまでになります。ご清聴どうもありがとうございました。それでは失礼します。